国民民主党小沢一郎陰謀論で笑いものに先日国民民主党の小沢一郎さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました安倍政権や今後誕生するであろう菅政権について戦前のような社会がすぐそこまで来ているとなっておりまして、まあ、こういった陰謀論を小沢さんは安倍政権下で何度も垂れ流されておりましたが 安保法制でも、特定秘密保護法でも、テロ等準備罪でも、このような陰謀論が繰り返されておりましたけども、こちらすべてデマでございました。また現在日本政府は COVID-19 化ですら、国民の権利を全く制限していないという事実もございます。小沢さん。 菅官房長官よりも7歳年上でございますが、まあ、こういった陰謀論や政治や壊し屋としての活動歴を見てしまいますと、菅官房長官よりも相当青く見えてしまいますが、ぜ、ま、ひ、あ、とも小沢さんにはしっかりとこういったおかしな主張を繰り返さずに、 国会議員として、国民の代表として、責任を持った主張を今後は行っていただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。